そろそろここでさ、喋、うん、ることもさ大変になってきたじゃない。はい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 。そろそろここの上の方もなんか欲しいよね。いやそれはそれは甘えてるよ。甘え、じゃあ喋り出してもらっていい？気づいてた？いつも僕から喋り出してんの。そんなことないよ、全部俺が喋る。いやもうそんなことはないよ。今初めてお前が喋り出した。僕からこの回にて、この回でもう10回以上だと思うけど。というわけで、はい、クロノワールがなんかやる。福澤さんは最近外出とか多いんじゃないですか？はい。嘘つけよ。嘘ついてるやつのはいだったよ今。ここぞとばかりに乗ってきてるだけじゃん。何ですか？あ、これ外出してますかって聞いて、してるって言ったら嘘つくなって。いやまあまあ。行かれてんのか。でしてない、嘘つくから。してないじゃん。してねえよ。ほら。してねえよ。自首したやん、とうとう。してますか？してます。嘘つくな。出る必要がないから。そうそうそう、俺は出たくもない。出る必要がないから出たくないじゃなくて、出たくないから出てない。なんで出たくないの？じゃあどうしたんや。出たらさ、めんどくさいでしょ、風呂に入るとか。あ、準備はね、確かにめんどいでしょ。よくよく思い返してみて。まあ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 、家はね、ほんと何もいらないからね。何もいらないよ。極端な話、全裸でも別に家だったらいいしね。そうね、別に全裸で外出ていいんだったらそれでね、めんどくさくないですけど、そういうわけにもいかないからね。多分世間が許しても出ないだろうけどね。そうそっか。ということでね、まあ僕たちは外出をほとんどしないので、いわば、はい、まあ、引きこもりのプロというわけでですね、はい、引きこもり見習いの視聴者の皆さんにね、おすすめの引きこもりグッズを、はい、紹介したいと思います。お、今から紹介するグッズたちを手に入れて無事引きこもりライフを満喫してください。うわ、ということで、う、見ていきましょう。はい、クロノワールがなんかやる。まず最初の引きこもりグッズは、身の回りのものがドラムに大変身するフリップヒットです。身の回りのドラムってどういうことですか？身の回りのドラム、身の回りのものがドラムってどういうことですか？身の回りのものがドラムっていうのはですね、はい、付属のコードを本体に挿して、このクリップをティッシュケースやゴミ箱などさまざまなものにクリップを挟みます、はい、で挟んだアイテムをスティックで叩いてみるとドラムの音色がなぜか聞こえてくる。そんなバカな。いやいやと思うじゃないですか。やってみてくださいよ。このここに用意されてるこのティッシュ箱、いいんですか、みたいなもの。うわすげえ。そう、このねセンサーが内蔵されており、うん、挟んだものは何でも打楽器に変身させてくれます。待って待って、変身させて、もう一回、変身させてくれます。はい、それでスネアドラムやパーカッション、ウッドブロックなど11種類の音をダイヤルで変えることができます。ダイヤルで、はい、11種類もあるの？今4個刺さってるから、この11種類のうちの4個だと思う。あ、でも叩く強さで音の変化はないわ。いや、これすごいわ。これすごい、本当にすごい。反応いい、めっちゃ。なんか、あ、すげえ。そう、これちゃんと振動に応じてね。なんすよ、ギロか、ギロみたいな。そう。で、あとこれもあるよ、足。これ何ですか、ここは。バス。ここバス？バス。もういいよ。ほら。で、これね、これないの、こっちの音。多分そっちないの。小学生。小学生だね。で、なんかダイヤルで変わるらしいぞ。いる、音変えようよ、音。ちょっとなんか試してみようよ。俺がじゃあ、うん、最高の音楽を君に。そう。おお。押さえてシンバル叩いてみようと。わっ。わ。これあるよ、あの、ワン、ツー、ワン、ツー、ツリーの世界の果てまで行ってきるの部族や部族紹介シーンみたいになってるね。ポンデンダー、ソンナガー、ナメ、ソンナガー、ワロン、ナナ、チョン、ナナナ。壊れた。壊れた。
一番間抜けな音が鳴んなくなった。曲名は破壊ってことで、どうでした、やってみて。やっぱり、はい、私には音楽の才能があるなと。あ、目覚めましたか。目覚めました。これを機にね、小さいお子さんがいるとことかもね、もしかしたら子供の、ね、お子さんのね、音楽の才能が開花するかもしれません。マジで電子ドラムとか買う前に一回これ経由した方がいいよ、まあ、でもガチでありだと思うよ、うん、これこれ電子ドラムと比べたらちっちゃいから PR みたいになってきたな。なってきたな。プロノワールがなんかやるということで、2つ目の引きこもりグッズは、どこでも大声で愚痴が言える愚痴のツボです。どこでも言えるんですか。どこでも言えちゃいます。音がこもって他人に聞かれにくいので、家の中でも大きな声が出せる優れもの。大声を出してイライラを発散させたいけど家では大声を出せない、そんな時に使える超優れものです。これを使って日頃の不満、まあ、お互いの不満、スタッフへの不満など、普段大声では言えないことを大声で叫んで日頃のストレスを発散させましょう。お題決めてやるか、2人で。はい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 。でも怒りと秘密って書いてある。ああ、そうなんだね。僕の壺には秘密って書いて、クザハンのところには怒りって書いてあるんだよね。うん、やっぱ権限したんだね。そう、ある、なんか日頃の不満、お互いの不満、スタッフへの不満。いや、なんかその時は覚えてるけど、寝たら全部忘れちゃうんだよな。まあそんなにストレスたまんないしな、そこで大きく。なんだ、怒りか秘密でしょ。まあじゃなくてもいいよ、この際。じゃなくてもいい、うん、嘆きとかでもいいよ。嘆き、ザコ、どう聞こえますけど、うん、確かに。なんて言ったら聞こえた。聞こえた。なんて言った。いや、本当に尊敬してて聞こえてるんだ多分これ、うん、じゃあスタッフへの不満にしよう。もうなんで。で、あるんだ。じゃあ違う違う違う、あります。彼はスタッフへの不満があるようです。僕でもマジ細かいよ。お前あるな、この感じは。ある。あ、言いなさいよ。あるんだ。あるんですね。いきます。はい。仕事のスケジュールを入れるときに、うん、暇な時間に全部入れていいですよって言ってるけど、うん、ゲームする時間を確保して欲しい。やばい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 。危ねえ、危ねえ。お前危なかった。俺はほんとちょっとツボから出てた。蓋する前にちょっとだけ聞こえたわ、ね、けどやっぱ、はい、全然何も。いや、よかったよかった。いや、いいよこれやっぱしかもマネージャーいないから言えてるとこあるしね。お前この場に今日は珍しい。お前マジか。俺のマネージャーいるぞ今日。そう。来たよ。マネージャーね。だって言っとき、多分見えないと思うけど、僕視点見えてんだけど、立ち上がったからね、お前のマネージャー。やばいやばい。何ですかマネージャーって。これ2人だけですよ、この空間は。だからいないんだよね、マネージャーは。全然魔人の意見だよ。そうだよね、うん。この中に入れれば、そう。聞こえないんだよね。聞こえないから。これじゃあ。お、来た。もう解決してるよ。もう大丈夫なんだけど。もう昔のね。以前ね。以前の不満です。1週間の予定確認されても前日にリマインドないと忘れるに決まってんだよ。あ、やばい。やばい。割れる割れる。ギリ？僕は若干やっぱ聞こえた。漏れたけど、でも感情は怒りじゃなかったね。怒りの壺だけど向こうに行ったから浄化されてんだ。そうそう、これでももうだからもうだからこれもう多分ね、もう開けない方がいいよこれ。もうそうね、うん、これも僕らの秘密と怒りです。これでも俺がそのすぐ忘れちゃうから、うん、ちゃんとリマインドしてくれるようになりました。ああ、よかったよかった。ありがたいです。僕のもね、休みいらないって言ってるけど、ゲームしたくなった気分のわがまま。これは封印しよう。俺らのわがままのツボだ。そう、これ僕のわがままのツボでした。クロノワールがなんかやる。最後3つ目の引きこもりグッズはこちらです。お家で簡単に体幹トレーニングができるルルドスタイルバットです。ルルドスタイル、はい。本体にこうやって腕を乗せて、うん、使用するバランスボードで、その姿勢をキープすること、まあ、うん、プランクですね、はいはいはい、で体幹に効果的なアプローチができて正しい姿勢を作ることができるという。なるほど。優れものです。家で筋トレとかやりますか。します。おお、これから
今後ね未来系だった。そうでも家で筋トレするんだったらプランクってマジで、あの、ね、短い時間で全身に対して効果があるって言われがちな人がちょうどいいかもしれない、うん、これはゲームモードがあって、うん、60秒間本体を水平な形でこうやってキープできたらクリアってなるゲームモードがあるんで、うん、どっちがよりできるか対決しましょう。やっぱあれか、いい姿勢の方が効果もいいんだそう、あとね僕は筋トレでよくやるんだけど、お尻が低いほど体がこう一本になる、くの字じゃなくて棒になる、うんうん、くの字は楽なの。くの字はマジ楽。あではやりますか。はい、はい、やりましょう。自信のほどはどうですか。でも僕でもね結構やってはいるから、うん、一回ちょっとどんな感じなんだろう。で何ですか。多分、うん、どこまで行くんだろう。カネの挑戦ラウンド1。じゃあ行くよ。はい、行きます。はい、ポジションはね行きます。おお。これ60秒きついかも確かに。昨日何食べた。昨日はね、うんうん、何食べた。なんだろうな、昨日。ああ、それもう終わりですね。脳の力が。おとといは何食べた。おとといはね、サラシーザーサラダ食べました。昨日は。昨日はね。ああ、脳の能力が低下しますね。え、なんだろう。しおととい。しおととい。ってあるの？多分ないんじゃないかな。昨年何食べた。昨年は何食べただろうな。いろいろ食べた気がするけど。何食べたんだよ。オムライスが好き。好き。うわやばい。不正してんだろうが。やばいやばい。爆発しますよそれ1分経つと。うわあ。金井選手なんと失格です。いやいや違う、クリアの音だったよ今。はあ、疲れた。簡単。きつい。きついんだ。でもお前塩とというの話できるじゃん。塩とといって何あんのかな。一昨日、3日前じゃない。もう3日前って何。3日前あのこれ結構きついわ。あ、そう。これはなんだ。プランクって何。ここをつけて。俺もね、やったことないわけじゃない今。はい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 。え、あ、ちょっと待ってよ。これで一回寝た方がいい。その一回寝て、でこう寝て起きるときにこう腕からグッて起こす。こっからを起こしてお尻を上げる感じ。オッケー、行くぞ。お、待て待て待て。いっか、いいよ。あ、そう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 。昨日何食べたの。昨日は綿菓子を食べました。綿菓子どこの。なんか綿菓子の店があるんだよね。行くんだ綿菓子のお店なんて。なんかいただき物でもらった。塩とといは。塩とといって何なの。塩とといって。あ、膝つくよ。ほら膝ちゃんと伸ばして。ついてないから。つくよつくよ。伸ばして。ついてないって。ついてないって。落ちない。伸ばして。あ、でも意外といけるじゃん。いけるよ。俺はもう本当についてる。その膝大丈夫。ついてる。ついてないって。でもなんかうどん食った。塩とといは。いつ。塩とといあ3日前ね。そう4日前はうどん。毎日うどん。あ、もうすぐ。うどんにハマってたんだよね、そん時。おくそちょろいわ。くそちょれ。もう息が。いや、疲れるよね。じゃあ、2人ともクリアできたね。もう1セットいくか。はい。だから。いや、何かやっても同じよ。何かやってもいける。同じよ。もう。声の覇気のなさすごい。っていう、はい、どう今疲れどこにある体の疲れ、うん、どこかも分かんない今。どこが疲れたのか分かんないけど、多分こことんでもない疲労感に。ここ、うん、踏ん張るからグッて。意外と腕かも。あ、どこに体重乗せてるかもあるかも。でもまあ、うわ腰にきそう。大丈夫、引きずってる。まだ。うわ、二つもクリアできると思わなかったんで。もね、ね、俺はいけると思ってたけど。いやいやいや、お前がいけるとは。まさか。疲れたな。ということで、皆さんもぜひやってみてください。何回できるか。僕らは1分はクリアできました。クロノワールがなんかやる。
うわーじわっと来てる今そうよね。前にね、うん、ドーラに教えてもらったけど違うわ俺がやってたの。多分プランクじゃなかったんだ俺がやったの。サイドとかもあるよちなみに。サイド？サイド。ね、サイド今はこうだったじゃん。こっちついて横にして。キューティコータクだよ。ある。そんでもない。ぐらい。はい。ということで非公認グッズ紹介しましたけど。はい。どれが一番いいなっていう感想だった？いやでも直感的に楽しかったのやっぱドラム。なんか懐かしい気持ちもなるよねあれ。うん確かに適当に ね叩いて。ということで皆さんももしあのおすすめの引きこもりグッズ、お教えできるグッズとかあればコメント欄や SNS などで教えてください。チャンネル登録もよろしくお願いします。よろしくお願いします。それではせーの、また来週。君と見上げた世界、きらめいた中にまるで僕らみたいな見えない光、見つけたい可能性、響いたスターバック、手を伸ばして、君と一緒ならきっと永遠に強く輝ける。